さて、まずは紋章とは何かであるな。紋章とは力だ。遥か昔、女神より人に授けられたと言われ、人の体に宿り血によって受け継がれる。紋章を宿した者は魔道に優れたり、強靭な肉体を有したり等々、それぞれの紋章に対応した人知を超える力を持つのだ。どうかな、調べてみなければわからぬよ。言った通り、紋章は血によって受け継がれるが、たとえ先祖に紋章を宿した者がいたとて、その子孫が必ず紋章を宿すとは限らない。子孫の中の限られた者だけが紋章の力を受け継ぐことができるのだ。君の先祖に紋章を宿した者がいて、たまたま君がそれを受け継いでいればということなのだよ。君、もう聞いているかね。学級対抗の模擬戦をやるそうだな。それはそれとして、君の紋章の研究がなかなか進まなくてね。君の肉を、いや、血で構わない、数滴そこに垂らしていってくれ。